3ヶ月後にあの頃の水着が着れるように。あ、でも意外と少ない。少ない。着た状態で92です。92、はい、おつぱーん、愛川絵月です。今日はですね、なんでこんな格好をしてるかと言いますと、愛川絵月ガチダイエットをします。イエーイ。以前に動画で出させていただいたと思うんですけれど、夏に向けてダイエットしますみたいな感じだったんですけれど、夏も終わってしまいましたので、ここはね、もうカツを入れて、私はやっぱり追い込まれないとちゃんとできないなっていうのを改めて思ったので、今回この動画をきっかけに頑張っていきたいなと思います。なんでそう思ったかっていうと、なあなあになってるのがすごい嫌だったっていうのがまず1個目で、もう1個が追い込まれないとダメだっていうことでこの動画を撮ってるのと、あと1個、今後美容系のお仕事もやっていきたいので、まずはね、自分が綺麗になって実際ね、自分が体現していきたいなっていうふうに思ったので、今回ガチでどれだけ1ヶ月で変われるのかっていうのをやってみたいなと思います。大目標は3ヶ月後にあの頃の水着が着れるように、そしてグラビアが取れるようにっていう感じで、3ヶ月後もし本当に綺麗になったらグラビア撮影をやりたいと思います。今日はね、まず私の一人の力じゃどうにもならなかったじゃないですか、今まで。なので、私のお友達というかお知り合いというか、昔からよくしてもらってる先生に来ていただきました。はい、ということで、あやこ先生でーす。私が10年前ぐらいにテコンドーをやってて、テコンドーの取材に来てくださった方が紹介してくださって、ずっと仲良くさせていただいてるんですけれども、今回私ね、先生、はい、ダイエットしたいんです。どんな手を使ってでも頑張りたいと思ったので、はい、お願いします。はい、みずきちゃんからインスタでね、ダイレクトメッセージをいただきまして、痩せたいんですって言うから、いいですよ、来てくださいっていうことで、目標があるんですもんね。とりあえず短い設定で1ヶ月でどれだけ変われるかっていう感じでやりたいです。いいと思います、その設定の仕方。ダイエットって試験勉強と一緒なので、目標設定を決めて、この日までに何キロになるっていうものを決めていただけると、 90% はそれで成功してます。格闘技やってると、減量とプロポーションを整えるっていうとまたちょっと別になるんですけど、はい、どちらかというと今までゆずきちゃんは、あ、でも見せる方のお仕事もされてたから、プロレスとグラビアやってる時は、うんうん、下剤を飲んで3日間絶食して体を作って、ね、体を合わせてね、はい、っていう感じをやってたので、うんうんうん、美容寄りで、うんうん、大丈夫です。そこを分けて考えられた方がよくって、減量は本当に体重の数字なので、相川ゆずき対あやこ先生みたいな、それだと体重を落とすだけになっちゃうんですけど、なのでゆずきちゃんのようにお胸は残して、はい、で細いところは細くっていうのが、これからやっていく痩せ方、プロポーション作るっていうやり方なので、はい、お任せいただいて、はい、大丈夫です。これで良いです、はい、ということで、今回あやこ先生にいろいろアドバイスをいただきながら、はい、3ヶ月後にグラビアを取れるぐらいのプロポーションになれるように頑張りたいと思います、はいはい。測定して大丈夫ですか？はい、はい、いや、体重計ずっと乗ってないから、なんかすごいの持ってきたじゃないですか。これ何？もう体の隅々まで分かる。恥ずかしい、ね、やっぱり今の現状を知るの大事なんですね。これもう、はい、乗りましょう。すごい体重計ですね、これ初めて。こういうの喋ります。あ、でも意外と少ない。少ない。でもこんなもんか。少ない少ない。身長を入力してください。身長何センチでしょう？158です。年齢を38です。はい。性別を選択してください。そうですね。はい。これを持っていただいて、こんな感じで、この白いところをこっちにタップしてください。測定を始めます。測定が完了しました。電極バンドを置いて、はい、ありがとうございます。しばらくお待ちください。標準体重 54.9 ですって。うん。ゆずきちゃんのがこれですね。52.7。肥満じゃなかった。肥満だと思ってた。全然全然。標準以下ですよ。へ、うん、ちょっと自信がついてきたな。体脂肪率がもうちょっと落としたいですよね。はい、でも 25.1。うん。すごい、こんなにわかるんだ。筋肉量は割とあります、やっぱり。あ、本当ですか。うん、美容体重ってところで言うと、はい、全然多くないんですよ、はい、多くないんですけど、モデルさんとか、うん、が言う美容体重で言うところだと、さっきゆずきちゃん、あれ、目標体重48です。ですよね。うん、そのくらいになると、あ、華奢だねみたいな。本当で
はい、体脂肪はおそらく下半身ではなくて上半身の方で、お胸も終わりでいらっしゃるので、おそらく多く出てると思います、はい、ただここは落としたくないの で、 そうです、ね、ここは落とさずに余分なところをマシンで落としていくっていう、この辺が気になりますね、この辺とかね、 これね、背中なのかお胸なのか二の腕なのかっていう区別がつかなくなってくるんですけど、筋膜をしっかりと緩めて元いるべき場所に行っていただくとですね、細くなりますので大丈夫です。先生何持ってきたんですか？じゃじゃーん、わー測ります、はい、全身測っていきます。隅々まで測ろうとしてますね。え、もう全部測ります。上腕からですね、はい、上腕は29.3 太め落とせますはい、で次が左に変わります。そうですね、29.0、そんな変わらなかった。でもこれさ、着てるからね、着た状態で92です。92、はい、8センチ縮んだ。先生、レッスン来られてる方はみんなこんな細かく測ってるんですか？測ってます。77.5、なんか力入っちゃう、ね、はい、吸って、はい、吐いて、71.5 大丈夫、落としがあるからあります、70しょ大丈夫よ、大丈夫です、はい、どんどんいきますね先生、はい、サク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 、ごめん、次が 91.5、 あ、キッパー保ってる、割と 91.3、はい、です。もう綺麗綺麗、下から左足からあります。ちょっと足広げてください。太もも左 53.8、はい、はい、右側がこっちもね 53.8 同じです。 37.5、 はい、38です。はい、はい、終わり。ウエスト71センチがちょっとショックすぎて、うん、腰かな、腰の方が、ここに、うん、落とせます、落とせます、はい、ゆずきちゃん、はい、測定終わりました。落ち込んでますよ私は。落ち込んでる、もう、うん、課題は上半身かなと思います、はい、あとは下半身の前ももの張りとかを取っていくと若々しい感じの体に。顔は取れるんですかね？はい、顔はですね、もともとね、お顔ちっちゃいから体重が落ちてくるとしっかりシュッと、今日素敵な写真を持ってきていただきましたが、はい、ありがとうございます、はい、これはいつの？これはあの私の全盛期のヤングジャンプに出てた頃のオフショットでございます。この後にプロレスをやってるのでこの辺に筋肉がめちゃくちゃついてるんですよね、うん、名残で、ね、これって見てないと忘れちゃうじゃないですか、うん、それでこういうねワクワクシートっていうのも私のエステでは作らせていただいております、はい、人って24時間経つとですね 74% 忘れるの。なのでそれを忘れないために、はい、この写真をぜひ目標達成シートに貼っていただいて、ね、毎日見ていただきたい、はい、じゃあここにその、ね、貼りやすいように、はい、ね、うん、恥ずかしいですでもこれが大事なの、大事、これが大事、これが大事、はい、絶対達成できます、はい、ということで完成いたしました。じゃーん、すごいですね。こうやって自分に向き合うっていうのは初めてやってみたんですけれど、2022年2月22日までに達成。可愛いピタッとしたボイコン系の服が着てみたい。これはね、 YouTube でおしゃれなルックブックをやりたいっていう感じですね。いいスタイルでできたら嬉しいなと、おしゃれにやりたいですね。海外で水着、黄色、これはですね、まあ、水着を着たいっていうことで水着でグラビア写真を撮りたいっていうのと、自分のテンションを上げるために海外に行けたらいいなっていうね、このコロナも落ち着いてっていうこともありまして、これを書きました。最後、美容系のお仕事がしたい。自分が綺麗になることで美容系の YouTube のタイアップとかもらえるように頑張りたいなと思ってます。こっちの自分がくじけそうになった時に思い浮かぶ言葉は、この YouTube を見てくれてるみんなが見てるよっていうことと、先生とかたくさんの方が協力してもらってこの YouTube を撮ってますっていうことで、今までなあなあになってたことをちゃんとね頑張ってやっていきたいなと思いまして、目標体重48キロ、目標体脂肪率は 22%、 理想のイメージ像、水着でグラビア写真を撮りたい、
ということでですね、いろんな力を借りてどれだけ綺麗になれるのかっていうのをやってみまして、この2月22日達成できましたら昔のこの輝かしいグラビアを撮りますということで頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。皆さん最後まで見てくださってありがとうございます。ゆずぽん頑張ってと思ってくださった方はグッドボタンを、そしてコメントの方をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。